ますか。夢を見てますか。はい、たまに宇宙でも夢を見ていますよ。特に印象的な夢っていうのはやはりこのふわふわ浮きながら目を閉じてみると、自分がその無限遠の暗黒の宇宙に一人で漂っているようなそういう夢を見たことがあります。本当にこの宇宙っていうのは神秘的なところでまだまだ私たちが知らないところがたくさんあるなということを夢の中でも感じています。はい、バッチリ OK だよかったね。じゃあ大田倉君行ってみようか。はい、ステーション内外の活動で怖いと感じた作業はありますか。そうですね、宇宙ステーションに、来てからはその怖いと感じることはまだなかったですね。訓練でどこに危険が潜んでいるか、そしてその危険を回避するためには何をしたらいいかという訓練を常にしてきましたので、その恐怖感というのはなかったです。ただやはりスペースシャトルの打ち上げ、ロケットに乗って上昇していくときに、そのものすごい加速度、その乗り物に乗っているときに、その恐怖感というのを感じたことはあります。パダルカ船長も怖いことはなかったんですか、今まで。スペースステーション。No, we have no something that scared us on board space station because it's very good construction and we have very great ground team and this is space station is very safe team.はい、それでは、光線のヤト君、お願いします。パソコンを使用しているときに放射線によって自分の、作成したファイルが壊れたり、パソコンが突然切れたことありますか。はい、素晴らしい質問ですね。幸運なことに私が作成しているファイルが、作成中に、コンピューターが切れたことはなかったんですけれども、そのような事象というのはよくありますよ。宇宙にはものすごく地球上よりも多い放射線が飛び交ってますので、コンピューターもその放射線の影響を受けやすくなってます。で、この希望の船外実験プラットフォームにも宇宙の放射線を監視し、それから原子状酸素とか宇宙のさまざまな過酷な環境をモニターする装置も、搭載されていますよ。ありがとうございました。はい、よかったですね。何か更新が切断するという情報が入ってんですが、大丈夫みたいですね。ではい、じゃあ岡野君。そうですね、はい、こちらの方通じているようです。はい、宇宙船の関係なかったですけど、岡野君もう一つ質問してみる。はい、それでは質問他にある人いる。追加、あるいは野田大臣、何か聞きたいことありますか。この際ですから。先ほど、船外実験プラットフォームの話が途中になってたと思うんですけれども、これからこのプラットフォーム、実験プラットフォームを通じて、その私たち、その人間社会においてどういうことが、いろんな謎とか問題があるわけですけど、解明されていくと思われますか。そうですね、今回新しく、取り付けられた、マクシ全天 X 線監視装置によってさらにその宇宙の、謎を解く鍵が得られるんじゃないかなというふうに思います。そして、宇宙の環境をモニターする、セダという装置、こちらも新しく今回取り付けられましたけれども、この装置によって、より信頼性の高い人工衛星、これを作るための新しいデータ、先ほど申し上げましたように宇宙には、放射線とか材料を劣化させてしまう原子状酸素といったものがありまして、その影響をこの装置によって、観測して、新しい技術として人工衛星に反映することができます。それから今私たちがいるこの船内には
例えばタンパク質の結晶成長装置がありまして、実は私が宇宙を去る直後にこの宇宙ステーションには日本のタンパク質の結晶成長の実験のサンプルが届きます。でそのサンプルを使ってタンパク質良質の結晶を作ることによって、将来はインフルエンザの特効薬につながるような新しい医薬品、その開発にも使われる予定です。こういったさまざまな地球での日常の生活を豊かにしてくれるような技術が宇宙ステーションからはこれからますます生み出されていくと思います。素晴らしいことですね。とても宇宙が身近に感じられます。はい、具体的にいろんな結果が出てくると楽しいですね。はい、それでは副大臣、何かございますか。はい、若田さん、山内です。今回本当に大変な1ヶ月延長ということなんですけれども、頑張っておられまして、毛利さんから先ほどお聞きしますと、伸びたことが嬉しいんだということで大変期待をしておられたようでございますけれども、私は14日まで、NASA の方で、エンデバーの打ち上げを待っておりました。ちょっと延期になりましてね、ちょっと心配したんですが、ぜひ無事帰ってきてください、元気よく。はい、はい、ありがとうございます。この4ヶ月、こちらで無事に仕事ができているのも、筑波の地上管制チームの皆さんをはじめ、地上の世界中にある地上管制局の皆さんの素晴らしいチームワークの成果だというふうに思っています。ありがとうございます。ステーション希望では引き続き、今度は日本の種子島から HTV というものが、物資を輸送してきますよね。それについてはいかがですか。そうですね、この9月中旬には宇宙ステーションに、物資を運んでくれる HTV が到着する予定です。日本はその希望という実験室、それから宇宙ステーションで使う実験装置や日用品、そういった物資の補給の点からもこの国際宇宙ステーションに貢献できる、この日本の素晴らしい技術、これがその有人宇宙活動でも、このように貢献できる技術につながっているということを日本の宇宙飛行士として、誇りに思います。この日本の技術を使って将来の月、火星、有人探査にも、日本がより世界で重要な役割を果たしていってくれることを期待しています。 HTV に乗ってぜひステーションまで行きたいですね。パダルカ船長、どうもありがとうございました。あと若田宇宙飛行士が帰るまで5日間ですけども、楽しく、それから皆さんお礼しましょう。いいですか。はい、それでは30秒ありますね。大丈夫です。パダルカ選手、一言ありますか。Okay, thank you very much, Tokyo, for your interesting questions. And one more, I would like to express my gratefulness to JAXA and Japan for being with us in this unbelievable project named ISS and for such professional and well-prepared astronauts. Kaichi Wakata. Endeavour ISS, this is Houston ACR. That concludes the event. Thanks to you, JAXA and Mirakong Museum, ISS. We are now resuming operational audio communications. Thank you, Hal, for setting this event up. Appreciate it.We copy. Thanks.That was the STS-127's newest mission specialist, Koichi Wakata, and the Expedition 20 commander, Gennady Padaka, talking with several groups.